相扑力士举起婴儿，祭司拿着鬼面具把孩子吓得嚎啕大哭，但台下爸爸妈妈却笑得合不拢嘴，不停拍照纪念，直呼卡哇伊。哭泣相扑是借由让孩子放声大哭来象征元气还有健康哦，这也是日本在纪念孩子成长是一个非常有特色的传统习俗。初宮参りをされた子供たちを中心に泣いてですね、それで元気ですよっていう神様に対する報告ですね。有400年以上历史的哭泣相扑，一般是在孩子1岁左右时举行，代表孩子健康，也用哭声赶走厄运。传统上看谁先哭就赢，不过现在已不再分胜负，而是作为孩子成长一个重要的回忆。健康を祈って、はい、ぜひ泣いてたくさん元気力強く泣いてほしいと思って参加しました。男の子っていうのもあるので、ちょっとこうたくさん泣いて声いっぱい出して、でそれがこう健康に育つっていう風になんか風習があるので、日本の風習にのっとってちょっとやってみようかなと。家でやっぱ泣くとね、あまた泣いたってなるんですけど、こういうとこでいっぱい泣いてくれるとね、成長見れて本当に嬉しいよね。哭泣相扑结束后，神社内还可以让小宝宝坐上太鼓敲敲打打，或是盖手印带回家留作纪念。另外，日本在孩子满周岁时也会举行类似抓周的活动，或是让孩子背着称为一生饼，大约1.8公斤的麻薯，象征一生圆满顺利，衣食无余。お餅を風呂敷にくるんでいただきまして、こちらでお子様の背中からたすきがけをするような形で歩いていただくような儀式でございますので、少し重たいのですが、こちら一升なので 1.8 キロあるので、お子様が結構立てなかったりひっくり返っちゃったり尻餅ついちゃうお客のお子様もいるのです。此外，儿童节时，在有男孩子的家里会摆设日本武士盔甲及头盔，象征孩子头好壮壮。从这些仪式都看得出来，日本文化不同于台湾的独特之处。环宇新闻失去号日本东京采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。